岩手県大槌町で大津波により、建物の上に打ち上げられた遊覧船浜百合の撤去へ向けた準備が始まりました。今日にも地上に降ろされる予定です。津波の凄さを物語る象徴とされていた遊覧船の撤去が今日から始まります。現場では大型クレーンが朝から持ち込まれ、撤去のための準備が着々と行われています。 釜石市の遊覧船浜百合は大津波で隣の大津町まで流され民宿の屋根に打ち上げられました船を所有する釜石市によりますと撤去はクレーン車2台を使って船の前と後ろを吊るして地上に降ろすということですここに置いて大丈夫だよって言うんだらいいけどさそのままっていうのはちょっとね 撤去作業は順調にいけば午後から地上に下ろしあすからは解体が始まる予定です。